11日夜からの大雨により土砂崩れが発生した長野県高木村で、村の職員らが孤立状態となっている集落に救援物資を届けました。高木村では県道の斜面が崩落し、36世帯64人が住む集落が孤立状態となっています。村の職員と消防隊員らは頼まれた薬や食料を持って集落に向かいました。お熱台にこっち出てきました。2時間半ぐらいかな。みんな情報聞いて、いや困った困ったって言ってました。2時間半ほどかかる山道を自力で下ってきた住民もいましたが、今も多くの住民が集落から降りてくることができません。水道や電気といったライフラインに異常はありませんが、孤立の解消には時間がかかる見込みです。